こんにちは、メンタリストのダイゴです。賢いチャンネルへようこそ。靴下を裏返しに履いてもファッショナブルに見える男でありたいです。はい、前回中段プレイが記憶力をすんごくするというお話をしました。サイガルニック効果です。忘れちゃった人は前回の放送でおさらいしてください。今回はですね、中断されたことの方が記憶に残るというサイガルニック効果を恋愛面に応用して、気になるあの人の意識をあなたに向ける、そんな魔法のようなお話をしたいと思います。例えばこんな感じ。合コンで盛り上がっている、まさにその時、どうしようかな、もっと話したいんだけど。え、もう帰るの？そうなんだ、明日は仕事で早くて。残念。連絡先を交換しませんか？と言って帰ってしまうとか、 LINE でここから話が発展しそうだという、まさにその時。あ、ごめん。え、どうしたの？どうしても済まさないといけない用事ができちゃった。そっか、了解、続きはまた明日しよう、とやり取りを切り上げてしまう。そんな風に相手に気を持たせたところで中断すると、マイペースな人だなと思われちゃうかもしれませんが、続きが知りたい欲求を残すことができます。脳科学で立証されていることですが、人は区切りのついていないもの、終わっていない作業について無意識のうちに脳のどこかで考え続けています。あなたも仕事で何らかのアイデアを出さなければいけないとき、こんな経験をしたことはないですか？例えば仕事中いくら考えてもピンとこなかったのに、お風呂から上がった瞬間や一晩眠って目が覚めた瞬間、突然アイデアが降ってきた経験はないですか？来た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 。無意識のうちに脳が考えてくれていたからです。同じように、あなたが気になる相手への好きな気持ちをずっと相手の頭の中に残るようにできたらどうでしょう。すごいことですよね。例えばメッセージで、今好きな人はいますか？と送り、相手からの返信があった後、丸一日こちらからは反応せずに置いておきます。すると相手は質問の真意を考えながら、無意識のうちにあなたのことを意識してくれるのです。それがサイガルニック効果を使った印象操作の効果です。どうでしょうか？後半は少し真面目になっちゃいましたが、それだけ試してみる価値はあるということです。はい、では今日はこれで終わりにします。ずーいずーい。そういえば皆さん、今恋人はいますか？いないけど欲しいぜという人は、僕が監修しているマッチングアプリ Wiz を始めてみてください。あなたの性格から理想の恋人候補が見つかるはず。今見ている動画の右上ボタン、もしくは概要欄からアプリを今すぐインストールしちゃおう。素敵な恋人も短期集中型で見つけましょう。あ、そうだ、プロフィールはマメに書くんだよ、覚えておいてね。あ、それとこのシリーズは好評につき、これから定期的に配信することにしたよ。だから見逃すことがないように、ぜひここからチャンネル登録して。